私は里子、61歳です。20歳の頃に結婚した最愛の夫は10年前私を置いて旅立ってしまいました。当時の喪失感は凄まじく、夫のことを思い出しては涙を流し、色のない世界で生きているようでした。そして何よりも辛かったのは、家のあちこちに夫の香りが残っていることです。私たちは互いにいい雰囲気になると寝室ではなく居間で愛を確かめ合いました。ソファーからもクッションからもいつまでも夫の香りがしました。でも私を抱きしめるあの大きな腕の感触には二度と味わえないのです。我が家で過ごすと様々な感情が押し寄せて、涙を拭いながら作業したものです。街行く夫婦を見かけるたびに胸がキュッとなり、もう少し一緒にいたかった、そう思わずにいられません。しかし娘たちがずっとついていてくれて、私の支えとなってくれました。そのおかげで徐々に立ち直ることができたのです。家庭を持っている彼女たちですが、一人になった私を心配して同居も提案してくれました。でも私はそれを断りました。そのまま変わらず我が家で暮らすことを決めたのです。まだ体も動くし、何より子供たちの足かせにはなりたくない、親としてそう思うのは当然ですよね。やがて専業主婦だった私は、老後の資金のためにも知り合いの雑貨用品店に勤めることになりました。その雑貨店は私たち夫婦で親交のあった男性が営んでいます。一人になって喪失していた私に、店長の彼が声をかけてくれたのです。家にいると暗い気持ちになりがちだった私も、外で働くことで気分が前向きになり、さらにお金も稼げて良いことづくめでした。もっと若い人を雇った方がお店的にはいいでしょうに、それでも私に声をかけてくれた彼には感謝してもしきれません。それだけではありません。若いママさんパートが大半を占めるこの職場で、年上の私はとても慕われました。ミスをした時もみんなが助けてくれて、つくづく周りに恵まれたと感謝でした。そんな日々を送っていた時のこと、休憩室にいると店長がやってきました。独り身の私は家に帰るとまともに話さない分、こういった休憩時間に誰かと話すのが息抜きとなっています。幸い職場の人たちはおしゃべり好きで、相手してくれる人がほとんどでした。店長の彼もその一人です。だから今日もいつものように他愛もない話で盛り上がれるかなと期待していたのですが、なんだか彼の表情が曇っているのです。私には想像もつきませんが、経営者というのはそれはそれは大変な立場だと思います。きっと仕事のことで悩んでいるんだろう、そんなことを考えて様子を伺っていると、ため息を漏らしながら彼が話し始めたのです。妻が浮気していたと、まさかの悩みの原因に驚いて声も出ません。店長夫婦はとても仲が良く、夫婦の危機なんてみじんも感じなかったのに、互いに子供同士の年齢が近いこともあり、よく食事会を開いたり外へ出かけたりしたものです。穏やかな店長と明るく活動的な奥さん、私の目にはとてもお似合いに映っていたものも、本当のところは全く違ったようです。俺たちはとっくの昔に冷え切っていて、正直今回浮気されてもさほど驚かなかった。彼は沈んだ声でそうつぶやきました。いつ離婚しても構わない、その言葉通り店長夫婦はほどなくして離婚したのです。家庭は違えど、彼も私も長年連れ添った伴侶を失ったことになります。せいせいしたと笑顔を見せる彼でしたが、やはり思うところがあるようで、ふとした時悲しげな目をしています。私が夫との別れを経験しどん底にいた際、彼は私に手を差し伸べてくれました。そのおかげで今こうして笑って働くことができています。私も彼を元気づけたい、そう思いました。と言っても私には与えられるものは何もないのですが、それでも独り身の経験者として一人暮らしを謳歌するのも案外悪くないことを何とか伝えました。
夫のいない日々は虚しく思うこともありますが、最近では意外にも一人でやっていけるんだ、そんな思いとともにやる気がみなぎるのも事実でした。彼も浮気されて今は辛いだろうけど、きっと明るい未来が待っている、そう思ったのです。私の言葉に彼はうなずきながら、そして一言、君はとても強い。だけど、辛い時はいつでも頼ってくれ。彼を励ましたつもりが気づけば、私が彼に気遣われていました。一人暮らしもいいものだ、そう伝えられるまでに、心が回復したのには正直自分でも驚きでした。我ながらたくましくなったなぁと。しかしそれはただの強がりで、本当はまだ心に穴が開いたままでした。人肌恋しいと言うべきでしょうか。それを店長は見抜いているようです。この時私の心には夫の存在がありながらも、どこか店長に惹かれている、そんな自分にも気づきました。もちろんそんなこと本人には伝えることはしませんでした。しかし、この日を境に私たちの距離はぐっと縮まることとなりました。彼は独り身になったことで私を食事に誘ってくれたり、これまでの関係からぐっと踏み込んだ積極的なものに変化してきました。良き友人だったのが互いを意識し合うようになって、私は彼に、彼は私にと心を許し合える存在に発展していったのです。しかし私たちは若くはありません。さらに彼は社長であり、私はその従業員です。周りの目もありますし、それ以上の関係に発展することはありえないと思っていました。食事には行くものの、互いの気持ちを伝えることはせず、歯がゆいような、それでいて何か青春時代に戻ったような恋愛をしているようなときめき感を感じていました。そんなある日、休憩をしている私のもとに彼がこっそりとやってきたのです。そして手に持っていた小さな箱を開けると、そこには美しく輝くネックレスが。聞けば先日出張に行った際、ふと目について私に似合うだろう、そう思い購入したと言います。突然の贈り物に果たしていただいていいものなのか、そう戸惑う私をよそに、彼はさっと私の背後に回ると、そのネックレスを優しくつけてくれました。そしてまた私の目の前に戻ると、満足げな表情でとても似合っている、そう微笑んでくれたのです。その表情は生前の夫とどこか重なり、とても懐かしく温かい気持ちになりました。ただそれ以上に彼が触れた首のあたりが妙に熱くてドキドキしました。休憩室にいるのは私たちだけ。どちらからともなく顔を近づけて、とその時ドアの向こうから声が聞こえてきました。どうやらパートさんたちが休憩しに来たようです。彼は続きはまた後で、そんな意味深な笑みを浮かべて去っていきました。その日から私たちは周りに気づかれぬよう月を見て休憩室での密会を重ねています。話だけの時もあれば、この間のようなことも、いつ誰がやってくるかわからない、そのほんの一瞬のスリルが心をときめかせ、若さを取り戻すかのようです。天にいる夫にこんな私を見られていると思うと、申し訳ないという気持ちよりもこっぱずかしい気もしますが、第二の人生を楽しめ、夫ならきっとそう背中を押してくれると私は信じています。ご視聴いただきありがとうございました。今まで当たり前のように存在していたものが急にいなくなる喪失感、考えるだけで胸がぎゅっと苦しくなりますが、こんな素敵な縁が生まれるなんて、人生何があるかわからないですね。お二人の関係大切にしてくださいね。皆様からの感想もお待ちしております。まだチャンネル登録をされていない方は、ぜひ登録して他の動画も見ていただけたら嬉しいです。